の話をしてると思ってやってくれる。それをパールちゃんにバラされると思って、はい、怖い。変なことよ。新商品のプリンの話。うちはプリンなんか作ってないだろう。あの新入社員の、ね、すっごい良くなったよ。でその時にこっちをちょっと気にして嫌ったらもっとおもろくなる、うん、今のすごいよ。でもプリンなんか作ってないだろうっていうようにこっちをおじさんが言うともうちょっとメリハリ。でもすっごい良くなった。ちょっともう一回、頭の中にいる中娘誰かきっちり作って。ロナちゃんしかないんだよね。ロナちゃんじゃない人がいる。自分の実人生の中でこういう落とし入れたいやつで、そう、男でもいい。あのバカ娘っていう時にそいつのこと思い出す。そうするとリアリティが出てくるよね。役者はさ、あの普通さ、今日の晩ご飯何しようかなっていう時さ、普通の人はみんなさ、頭の中にハンバーグがあったりさ、鮭があったり浮かんでるに、絵が浮かんでるに。だけど芝居になった途端、今日の晩ご飯何にするって何にも頭に絵が浮かばない状態で喋ってる。それが芝居と実人生の違いね。ってことは、芝居を良くするためには脳内にあの絵が浮かんでないといけない。今のセリフ、あのバカ娘の時に絵が浮かんでなかったわけで、ロナちゃんでも別にいいんやけど、ロナちゃんとの関係性の中がそんなに強いもんじゃないから、うん、自分の人生の中で、自分の人生の中でこの設定にすっごい近い人が絶対いるはずなよ。でその人のことを思い浮かぶだけでセリフが変わるわけ。でもすごい2人の関係性はすっごいよ、なんていうかな、あ、2人だけの世界になったなっていう感じがしてグッと引き込まれるから、さっきより全然良くなったと思う。私は雑になったり、うん、そんなもんやん愛人に対して、うん、そういうのも出てきたわけよ。あの仕事の時はさ、もうこっち向きながら、なんかだから芝居やったらさ、全部セリフちゃんと言わなきゃなるほど、ね、今回はさ、こうやりながらさ、なんかちょっと雑ない、うん、でも、うん、愛人に対してさ、いつもいつもそんな持ち上げへんや仕事の時って、うん、だそういうリアリティが出てきた、うん、それは彼女との関係、彼女との関係性ができてきたから、もう愛人っていうさっきのワークでできたから、関係が。だから本番の前にさっきのワークやったらいい、うん、確かそこに欲しい男、あのセックスファンタジーは相手を使うんだけど、うん、あの本当に奥さんと別れさせたいような男を頭に浮かんでて、うん、セクシャリファンタジーは相手とやるんだけど、うん、そういうもういつ別れてくれんのっていうのをさ、ほんまにいるっていうか、目を見てさ、例えば私が今ハッピー使うとしたらさ、あのほっぺのあたりがハッピーに似とるなと思って、それであもうハッピーができるよ。そしたらこの人ハッピーだと思っても私は喋れるよ。だからその友達作るときはその実際にいる人の、だからこの人のさ、シャンティのどっか似てる一部分でいいから、そしたらもうシャンティにしか見えなくなるよ。すごい。もしも今ネゾシャンが同じことになったらみたいな、うん、あ、その想像力だけでも入れるやん。でその時に具体的に考えるわけ、うん、ネゾシャンがもう例えばダサい服ばっかりあげてくるんだ、社員が、うん、ダサい服ばっかり提案してやばいやばい、もうこの部屋にも住めなくなるし、確かにとかいうとこまで行くと、もう恐怖でヒステリーみたいになれるやろ。確かに。そうやってもし自分の人生で、そう、自分の人生でリアリティがなかったら、イフもしも使うわけ。で想像力の中に入ったら、もうさ、シャンティ、このメゾンズのシャンティがこうやって出すんだよ、あんたのせいでってさ、ものすごいリアリティ。そのリアリティが入ると、どんなに怒っても芝居にはならない。リアルな感情が入ってると。すごい。場所を作ってそこに立たないと、ここがステージの上とか観客席があると思うとやっぱ全然違うよね。だからリカちゃん、その自分の役のどこにいるかわからないんだけど、ちゃんと場所作って、第4の壁って言うんやけど、こっち側にもちゃんとこう壁作って、うん、そしたらお客さんが気にならなくなる。お客さん方向に壁を作る。そうそうそう、それを第4の壁って。でその第4の壁作るときに、自分のその役にぴったりにの自分の人生の、例えば私がさ、息子のことをよう使うわけよ。
息子のことを使う時は柏で息子を育てたから柏のリビングをしょっちゅう使うわけで、柏のリビングがこうあってってなるともうそこに行くだけでなんか感情が動いてくるよね。場所作るとねそれはリラックスするわけ。こっちにお客さんがいるんじゃなくて壁があって一人でいるっていう。じゃあそれはなんか今回のやつだとレンジャーのなんかそういうこう訓練所訓練所みたいなのじゃなくって、うんうん、もう自分が例えば部活動の時だったら、うんうん、部活動のみんなといるみたいな感覚だったら、うん、部室とか部室とかを、うんうん、で部室はどんな壁やったとか、でさっきも彼女に言ったけど、うん、部室にあったもんをもし置けるんやったら置いてみるとか、うん、そうやってなんかできる範囲こうできるだけ自分のパーソナルな空間を作っていくわけ、うん、そうすると舞台の上で緊張しなくって、うんうん、そうか。じゃあ今回学校みたいな感じのシチュエーションが多いから、うん、学校も学校みんなで遊んでないけど、うん、会話してるみたいな感じ、うん、見てるんやけどさ、客席見てるんじゃない、ここにこう例えば校庭でさあみんな走ってるなとかさ走ってる人が見えてたりさ、第4の壁だったらこう壁であここに時計があったり絵が飾ってたり、それは本当に具体的に自分の部屋とか作るとそれだけで自分の部屋がここ自分の部屋だって思ってさ、例えば今あここに私のデスクがあってここに本棚があるなっていうだけでものすごいもう自分のパーソナルスペースに入れるわけで、その時だからさっきも言ったけどその訓練で若い時脱げるかどうか、ほんまに自分の部屋やったら全部脱げれるやんっていうところまで訓練してた。やっぱりもったいない、あの表情が見えないからこう見てね、こうなんかだからこっちにお客さんがいると思うからこうなっちゃうよね。でも確かにこう悲しい思いをしてる時はこういうふうに喋ってるかもしれない。だけどそこはちょっとお芝居の嘘でちょっとこう顔を上げてみたり、でも今のはものすごいリアリティがあったし、うんうん、頭の中に絵があったのが分かるから自分の体験を使ってるのが分かるんよ。あ、なるほど、うん、何ピンマイク入る、うん、あそれやったら大丈夫、声がちょっと弱いから、うんうん、ピンマイクが入らなかったらそれ今のはもうちょっとお芝居では使えない声なの、うんうん、本当はもうちょっと声が出るといい、うん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 、その前がなんかすごいぶりっ子のギャルみたいな感じで、うん、それが誇張してやった方が面白いって言われるんですけど、うん、例えば、みたいな、うん、そんなんもうミカちゃんいつもやっとるよ。それが逆に映像とかが思い浮かべられないから難しいみたいな、なんか映像ってなんて、みたいな、もう部屋に戻ってもみたいな感じ、できとるやん、これいいんですか、うん、遊んじゃんじゃいそうとか。もっと大げさにやった方がいい、もう部屋に戻ってもダメみたいな感じで、シャワー浴びたいってやって、そんな感じ、うん、そしたら今こっちにお客さんがいるからずっとこっち振ってるんよ。ああ、そうそれリシちゃんに言われるんですよね。そう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 、こっちばかりじゃなくてこっちに本当に壁だと思って、そっか、うん、でももう どっちかというとやっぱりあの今こうやってさ、こっちからの視線が怖いからこうやって芝居してるんよ。もうこっちに見てもらわないといけないから、もうこうやってもいいぐらいっていうか、もうさこう振らなくてもさ、もうこのぐらいでもいい。ちゃんとやっぱり正面、まあ、演出にもよるんやけどな。でもちょっともったいないのと、もう一回やって、それ誰に向かって言ってます？なんか、ね、レンジャーが5人ぐらいいるんですけど、うん、そのなんかみんながこうわちゃって喋ってる中で切り込んで、それは何の目的で言ってる？その目的が今ないんよ。あ、なるほど。何のために言ってる？目的、この役は何のためにって言ってる。切り込むのって結構パッションがいるんよ、うん、で今は弱い、それだと切り込めない、うん、なんでこれはぶりっこしてるかっていうと、うん、ぶりっこの方が威力があるからのよ、切り込む。なぜならぶりっこって可愛いから、うん、一気にこう何て言うかな、注目は浴びられるやん。だから なんでそこに切り込んでいく？なんで？目的は何？目的？それを言ってる。目的？もう一回セリフ、ちょっとあの演技しなくていいからセリフだけ言ってみて。もう部屋に戻っても、戻ってもいいですかっていう意味。戻ってもいいですか、うん、もうシャワー浴びたいから、うん、もう何ここの
みんなとごばちゃってしてのめんどくさいんで帰っていいですかみたいな、はい、感じセリフってことはそれを言う理由があるはずない。その理由はその前に何かが起こってるよね、うん、何が起こってそれ嫌な気分になってるの。もうその訓練がめんどくさいみたいな。なんでめんどくさいの。なんでめんどくさいの。なるほど、なんこれでも自分の想像でいいってことですか。想像でいいよ。なんでめんどくさいの。役はなんでめんどくさいか。まず役から考える。自分のことに落とし込む前に役の分析をする必要があるね。うん、この役はなんでめんどくさいと思ってるのか、なんでこの瞬間部屋に帰りたいと思ってるか。それはもしかしたらこの中のこいつが嫌だとか、こいつが大嫌いとか、そういうかもしれない。でもちょっと本読んでないからわからない。なんでな、なんでなんだろう。あれ本には書かれてない、特に書かれてない、書いてないですよね。特になんでとか書いてない。ピンクのあの何その性格っていうか、うん、書いてない。自分で作るしかない、うん、そうだね。だからそこ埋めないといけない、自分で。本に書かれてないところは、うん、でもそういう、それ何訓練生かなんかな、うんうんうん、5年生かなんかの、はい、訓練生で、うん、みんな練習して、うん、こう合格してペガサスのペガサスレンジャーになるための訓練所で、そこでもう私は嫌やって言って部屋に帰ろうとしてるわけ、うんうんうん、そしたらまあ考えられるとしたらそうやって注目を引きたいとか、うんうんうん、あとほんまに挫折感を感じて自分がダメだということを感じたくないから逃げようとしてるのをそういう可愛いふりでごまかしてるシーンなのか、うんうんうん、その後がどういうシーンなのかと、最後の台本の中で最後にこの役が何をしてるかで脚本分析するよね。うーん、だからこのシーンだけ見せられてもちょっとようわからんけど、今のは何のためにそれを言ってるかがわからない、うんうん、からリアリティがない。うーん、さっきのはリアリティがあったんよ。さっきの方が人生と重ねやすい内容だった、うん、でさっきのももうちょっとよく言うとパワーはなくさないでほしい、うんうんうん、なんか今のはこう弱い人になってるんだけど、うんうんうん、もうちょっとリアリティ強くしてやっても、まあでもリアリティやったからいいかな、うん、こっちがちょっとやっぱりなんかせっかくもうキャラがさぶりっ子そのものやのにさ確かにそのものでやったらいい、そのままやればいいのか。そう、だからそのなんていうか そこをもっと自分に許可出したら、なんかフリッコのところ、うん、なんか地な感じする。そう、地で、なんかそれもなんか地じゃないからわかんないですみたいな。そうだからなんかもうみんなにこうなんかこうシャをかけてこうフリしてるように見えるけど、もうみんなに見てください、私ぶりっ子だからっていうふうに全部許可してやるだけで、まあ、リアリティとか作らなくても持っていけると思う。だからそれがキャラクターってことない。すごいファンの人たちいっぱいいる中でのハッピーちゃんに対する味方なんだとか、そんな感じのテンションで言ったり。あ、そうだね、はいはいはいみたいな、なんかやるじゃん。やる私も隣来ますみたいな、なんかあのテンションとかなんか使ったらよさそうな気がする。そうそうそう、もう行きたい来たい私みたいなやつ。あなるほど。それで今やってみてるじゃん。ああなるほど、あもうみんな私を見てくださいみたいな、うん、あなるほど、素の感じなんですね、うん、なんか それをなんか持ってきたらなんかハマりそうな感じ。ああなるほど、はい、いきます。もう部屋に戻っても、シャワー浴びたいどうなのこれいいよ、戻ってもいいですかとかいうのはつけたらあかんの。あ、いいいいいいです。戻っても確かにセリフがね、うん、じゃあ分かりにくいから、言い回しですもんね、戻っても、うん、いいですか。もう一人聞きたいけどな、ちょっと照れがあるな。なんかもっと振り切ってた。もっとちょっとなんか実際はもっと振り切ってた。もっとだってもっともう本当にさ。